はい、こんにちは。日本改革党、靴沢です。今日は富士見野駅政治活動に出動して、参りました。ダウンジャケットを着ていきまして、後悔しました。もう暑くて暑くて。あとですね、電車の中でも、駅でも、私以外誰もダウンなんか着てなくて、もう、春なのかなぁ。なんかあったかいと眠くなりますよね。朝なんかもね。お声がくださった皆様、ありがとうございました。安倍俊文ともともですね、今後とも日本改革党よろしくお願いいたします。高市大臣、2015年2月13日に総務大臣レクチャーなんか受けてない、総務省。レクチャーがあったと書いたのは、放送制作課課長補佐。と判明。実際にレクチャーがあったかどうかは精査中、出た精査中、完全に事実と判明しても偽造と判明しても都合が悪い総務省、今後は何を聞かれても精査中でごまかすだろうなーって思ってたら、まあ、早速使ってきましたね。事実と判明すれば機密漏洩。偽造と判明すれば、公務員が作成すべき文書を偽造した。1年から10年の懲役に処す。で、都合が悪い。だから、グレーなまま、ずっと行きたいっていう総務省ですね。一般意見であります。そもそも署名が残るシステムなのに、なんで名前がないんだ。まあ、書いたやつは判明したって、言っておりますけれども、名前は出しておりませんけれども、当時の放送制作課長補佐と、なんかすごい天下りの匂いがするな。テレビ局とか、それの関連のですね、美味しい天下りが目の前に開けている役職っぽいな。放送制作課長補佐、当時の幹部当たればどの資料を誰が作ったかは分かるだろうな。だからこれは分かるんでしょうね。分かるからもう書いたやつを判明しましたけれども、ごまかしてんだろうな。誰も有罪にならない妙案を試案中。架空なら出席したことになってるやつらに聞けばすぐ分かること。高市のほか一緒にいたとされる2名も事実に反するって言ってる。ああ、じゃあもうそんなレクチャーに願ったんじゃん。ああ、その課長補佐、有罪じゃん。小西がかつての仲間と偽造したならおしまいだな。小西洋吾はもう無理。もう無理ですよね、なんかね。小西、どんどん追い詰められてて草と。追い詰められる小西と総務省だが、総務省もこれかなり追い詰められてますよ。テレビ新聞は疑惑は深まったって言いたいだけだから、まあ事実なんかはどうでもいいんでしょうね。小西追い詰められてるのに気がついていないんだが、気がついてんだが、高市大臣が辞職しないことは、法の支配と民主主義の否定とか、かっこいいこと言っちゃって、インチキ文書で大臣に辞職迫る方が、法の支配と民主主義の否定ではって、即座に反論されておりました。小西本当に、ブアカだなぁ。ブアカなんだなぁ。本当にブアカだなぁって、笑っちゃいましたね。足立康史衆議が、この後に及んで、空気読めてないんだが、小西が追い詰められてるのがわかんないんだが、官僚が作った文章を疑うなーってめちゃくちゃで、小西洋吾に回ってますけれども、足立康史って、火の粉かぶんのが趣味なのかなかぶり足りないみたいだから、もっとかぶりなさい、いくらでも。小西も足立も、ツイッターやらない方がいいよね。この二人は、バカを自覚してないよな。それとも自覚できないから、バカなんだが、まあ、バカほど自己評価高いっていう、ダニング・クルーガー効果っていうのもありますけれども、ツイッターやんない方がいいよ、この足立と小西はね。河野太郎同様に、韓国には強い林外務大臣。日本語ってその和を入れただけでですね、あ、他には弱いんだなっていう意味を、含めることができる、すごい言語だな。和って入れただけで、韓国には強いって入れただけで、他には弱い。例えば中国。中国には全然弱いっていう意味を、漂わすことができる日本語。さすがCIA がですね、世界一習得に時間がかかる言語。つまり難解言語。世界一ってお墨付き与えただけあります。衆院安保委員会、昨日ですね、で、個別渡航、募集、間斡旋など、強制労働と表現するのは適切ではない。強制労働には該当しない。自称徴用工の自称強制労働を否定、全否定。KBS が月光報道。怒り狂って報道し、日本メディアはだんまりと。一切報道なしと。一般意見です。明細とか年金記録とかあるしね。奴らにとっては後頭部案件。あいつら勝手に後頭部を蹴られたとか言って、不意打ちされたって意味なんですけれども、すぐね、自分らが悪いくせに、闇打ちされたみたいな表現使いますね。事実、強制されてねえし、前の記者会見で1965年の協定に基づき、とも言ってるし、証拠だと言って出した写真がただのスリムな日本人。当然のことなのにさも裏切ったように書くなよ。賃金もらって強制労働。給料明細やら、当時の写真やら、否定不可能なものすごい数の証拠ありますしね。単独渡航っていうのは一人で勝手に来たっていうことなんですよ。連行されたとかじゃなくてね。どうせ韓国は島根県竹島に軍事占領している敵国なんで、事実と関係なく日本叩きができればそれでいい。今とロシアとウクライナみたいなもんですね。どっちもですね、嘘つきまくってっけど、相手を叩くために戦争中なんだから、ありだよな。黙ってたら、滅びんだったら、どんな嘘でもつくわな。韓国は日本を敵国だって敵視してますから、どんな嘘でもつくんですよ。日本人はそれに気がついてない人、すっごい多いですけどね。テレビや新聞がそういうふうに持ってってるんですけど、なので韓国メディアが月光報道しても、それを読んだ韓国人がどんだけストレス感じてくれても全く構わないんですけれども、日本のメディアが一切だんまりで報道しないっちゅうのが問題ですよね。やっぱお仲間なんだよな。韓国のイメージが悪くなるとまずいっつ、敵国である韓国のお仲間。イコールですね、結論なんですけど、テレビと新聞は日本と日本人の敵。だって敵の仲間なんだもん。敵にリベンはがってんだもん。敵だろ。テレビと新聞は。一切だんまり決め込んでさ、コラボ再監査について、都福祉保健局、エアコン代でパソコン買っていたので5期として指導しました。数字の桁を一つ間違えていたので5期として指導しました。保護女性のプライバシーを盾に、領収書の提出を拒否されたので、今後は出してね、と指導しました。西山福祉保健局長の都議会答弁、領収書提出を拒否されたので、不適切かどうかわかんにゃーい。暇な一般人男性、住民訴訟と、一般反応です。再監査に合格したんだぞって言ってるやつの気が知れん。だから訴えてるのに。見せてもらおうか。三権分立の浄化作用とやらを。この裁判に負けたら日本終わりだよね。裁判所までアンバランスシート見逃したらもう終わり。判例できちゃったら、領収書なし、公金中中が横行するな。もう日本終わりですね、これね。さらに、暇な一般人男性。コラボ弁護団の、堀新太って読むのかな。弁護士が、この訴訟に補助参加するって通知ありました。3月13日11時、東京地裁103号法廷で、原告意見陳述です。来てねー、呼びかけておりました。つまり暇な一般男性が、原告として、訴えてる方として意見を述べるのが明日11時、東京地裁で見れるみたいであります。一般意見です。全面戦争やー、住民監査請求は都庁の話、コラボは関係ないって言ってたのに、飛び込んできてて笑った。これは東京都がコラボに、いざとなったらお前らも道連れだからな。人のせいにするねって巻き込んだという理解でいいですか。あと2日ですけど、住民訴訟に耐えうる資料なんて作成できるんですか。都はコラボを補助参加させたことを後悔するオチになりそう。都はコラボと一連卓上なのね。ずっと差別があって言ってそう。これ東京都とコラボの癒着を認めているようなものではまあ、元請けと下請けの関係ですからね、委託事業つったって、本来ならとはやるべき仕事をコラボに投げてるってだけで、まあ一連卓勝、癒着、当たり前だな。ズブズブなの隠す気ない。コラボは、とにしがみつく作戦か、泥沼化と長期化狙いかもしれないですね。三つどもえの戦いにってめちゃくちゃ混乱する予感。浮気相手を話し相手に連れてきたって感じでしょうか。浮気した嫁さんがですね、真男を裁判に連れてきた。あるいは、その逆も、浮気した旦那が、真女とは言わないか、を連れてきた裁判に。当弁護士プラスコラボ弁護士、原告弁護士はそれぞれの利益のために戦うだろうから、まあ三つどもえですわね。これは長期化狙いなのかな。党が単独で責任取るの。いや、お前らも責任取れよ。引き込んだのか。こんだけ大事になってんのに、またまたテレビ新聞は報道しない自由を行使中と。まあ敵ですからね。敵国の韓国の見方は、テレビ新聞は敵と。裁判は行政に甘い判決出す傾向はあるんですけども、これはグレーじゃなくて真っ黒ですもんね。司法、三権分立、本当にちゃんと分立してんのか、司法による行政の浄化はできるのか、っていうとこまで、いきますよね。法廷に捏造した証拠を出したら、罪が加算されるから、まあ、関連しろって感じです。とコラボ側の勝利は、裁判を10年も20年も長引かせて、何が何やら分からなくする。行政の責任取るべき人間も、年取っちゃって、何が何やら分からない年になってる。コラボは爆破されてて、跡形もない。で、行方不明でどこ行っちゃったかも分かんない。これだと嫌ですね。とっとと蹴りつけて、とっとと判決出してもらいたいな、こっちとしては、と思っております。コオロギ食について、山田雅彦元農水大臣80歳。もう80歳なのか、この人。これまで食べられてきた歴史がない以上、無駄なリスクを犯す必要はない。欧州安全機関が総計して好気性細菌数が高い。アレルギーある。カドニウムなど重金属類、生物濃縮があるって発表してるし、80歳にしては頭脳明晰じゃないですか。食うなってだけじゃなくて、ちゃんとね、こういうところがこういう発表してんだよっていう論理的にズバズバと。一般意見です。食べなかったのには、それなりの理由があるんだよ。豆を食わせたコオロギを人に食わすなら、豆を食えばいいじゃないか。テレビでは反対意見を放送しない。単純に気持ち悪いと。爬虫類、両生類。鳥のペットフードとしては、コオロギは普及してます。レオパ、トカゲか。トカゲヘビとかね、飼ってる人は、コオロギ、乾燥コオロギ、袋詰めになってると売ってて、それ食わすと喜ぶみたいな、カエルとかね。店舗店名の大飢饉でも、コオロギ食ったって記録がないんだから、食わないのが正解ですよね。漢方医学大辞典に、コオロギに美毒あり、不倫効果あり、妊婦に使用禁止と。痛風外来医師。プリン体が暗記物10倍やで。もう毒だってことは分かってんだし、もう諦めろ。内閣府、消費者庁。ここがですね、ゴリ押しの黒幕ってことはもう分かってんですよね。長官の荒井豊、副長官の黒田武史、政策立案総括審議官の片岡進。このあたりが企んでんでしょ。コオロギ食わせましょう、日本人に。毒だから、日本人減らすべ、不妊効果から、妊婦にもどんどん食わして、流産させましょう。そんなの企んでねえのかな。企んでんでしょ、どうせ。みんな目つぶって、やった人は怒らないから、手あげなさい。これは絶対怒られるパターンなんですけれども、これに騙されて手あげて、ひどい目やった子供が何人いるのかな。何百人何千人いるのかな。ひょっとしたら何万人かもな。ちょっと思いますけれどもね。まあ、こんな感じでですね、黒幕が今では分かっちゃう。で、企んでるやつの個人名も、まあ、住所もね、調べられるような時代になっております。行政っていうか、官僚になったからって、自分の好き勝手やれる時代は、もう終了いたしました。総務省は8年前のやらかしたことで、しかもですね、小西なんかを頼ったせいでひどい目あっておりますけれども、お前らもっとひどい目あいたりないと思います。NHK なんてかんで守って美味しい天下り先だなんですね。総務省は懲らしめるべきだと思ってます。大体ですね、総務省か。総務省、元内務省なんですけども、通信と放送と郵便とやります。なんつうの、無理があるんですよね。放送省、通信省、郵便省って分けるべきなんだよな。なんか中でむちゃくちゃになってますからね。というわけで、メール党員さん、大募集であります。動画説明欄、もっと見るをクリックして、そちらからご登録ください。あとですね、4月2日予定の NHK スクランブルでも、ちょっとでも来てくれる人を増やすために、YouTube に広告出すことにいたしました。金額はちょっと言えないんですけれども、結構な額です。まあ、広告費としては、そんなもんなのかなーって、ちょっと、10万クリックでいくらっていうあれなんですけど、10万クリックでいくらが、そっかー、そうなのかー、みたいなね、1クリック、円ですから、まあまあ、張り込むぞ、みたいな感じですね。デトックスジャパン。